皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、ちょっとボディービルに寄ったお話になるんですけども、ボディメイク系の大会前の水抜きについてのお話をさせていただければなと思います。この動画をご覧になっている方の多くは、大会に出るとかではなくて、趣味でね、こういい体になりたいと思ってトレーニングしている方が大半だと思うので、水抜きとか、それに付随してね、塩抜きなんていう言葉もあったりするんですけども、そういう大会前の調整っていうのは直接関係はないと思うんですけども、いろんなね、選手の方がこう大会の動画を出している中で、そういう動画を見て大会前の調整どうやってやるんだろうか、ちょっと興味があるなっていう方もいらっしゃると思うので、この水抜きについてちょっとお話をさせていただければなと思います。なんで水抜きをするのかっていうところなんですけども、水太りとか言ったりしますけども、体の中の水分量が多くなって、皮膚の下にね、水分が多く溜まってると、ちょっとこうむくんで見えるんですね。せっかくね、鍛えて体脂肪を落としてしっかりね、筋肉が浮き出るように減量したのが水で隠れて見えなくなってしまうっていうようなことがあるので、余分な水分を出してあげて、皮膚の下にあるね、筋肉をしっかり目立たせてあげるっていう目的で水抜きっていうのをやったりします。で、この水抜きの方法については人それぞれいろんなやり方があるんですけども、私がやってたやり方としては、大会の3日、2日前ぐらいからですかね、から水分の量を減らして、もう本当にサプリを飲む時とか食事を取る時に、こうちょっとね、物を飲み込む時に水を含むとか、喉が渇いた時にちょっとね、口の中を潤すぐらいの水分量にするみたいな感じで、水分の摂取量を減らして水分を落としていく。だいたいですね、1日 500ml ぐらいの水分摂取量に私は落としてましたけども、そういうやり方で水分を落としていくみたいなやり方もあります。で、人によってはそれに合わせて塩抜きといって、塩分もカットしてよりね、大きくこう水分を落としていこうとする人もいたりします。じゃあ次はこの水抜きをやった方がいいのかどうかっていうお話なんですけども、これはですね、人によって全然言ってることも違うんで、私のね、意見が絶対正しいとも思ってないんですけども、私個人としては水抜きやったこともありますし、やらなかったこともあって、両方の経験をした上で申し上げるんですけども、水抜きはやらない方がいいと思います。水抜き塩抜きみたいな最終調整で、成功すればね、コンディション良くなって見た目もすごい良くなるんですけども、そんな魔法みたいにね、劇的に良くなることはありません。せいぜい10% ぐらいな感じなので、成功したところでそこまで良くなる見込みもない。で、それだけじゃなくて、失敗したらさらにですね、コンディションがめちゃくちゃ悪くなったりするんですね。水分っていうのは筋肉の中にもあるものなので、水を落としすぎて筋肉の中の水分まで抜けてしまうと、筋肉の張りがなくてぺちゃんこになってしまう。こうステージの上で思ったよりもあの人小さいなって言われるような体のコンディションになってしまったりとか、ひどい場合はステージ上でですね、筋肉がつって力が入らなくなっちゃうっていうこともあったりするので、そういうね、失敗してコンディションを悪くなってしまうリスクを背負うよりは、何も特別なことをせずに普段通りの状態で大会に臨む方がいいんじゃないかなっていうふうに私は考えてます。去年ですね、コーチをつけてコーチに教えてもらいながら大会に挑戦したんですけども、コーチもですね、そういう水抜きはやらなくていいよっていう風に指示を受けて最終調整したんですけども、それでも過去一番いいコンディション、筋肉量で大会に臨むことができたので、必要以上にね、水分を抜こうとして水をね、飲む量を減らすとか、塩のね、摂取量を落として控えるみたいなことはしない方がいいんじゃないかなっていうふうに私個人としては考えてます。これは人それぞれ違う部分が大きいので、参考程度に考えておいていただければなと思います。かといってですね、私が余分な水分を落とすために何もしなかったかというと、そうではなくて、水分とか塩分の摂取量は普段通りなんですけども、それ以外のところで余分な水分を落とすために私がやったことで実際に効果があったことっていうのは、ストレスを減らすっていうことなんですね。ストレスが溜まってくると、そのストレスに対抗するホルモンとしてコルチゾールっていうホルモンが出ます。このコルチゾールが出てくると体に水分を溜め込んでむくんでしまう働きがあるので、ストレスを和らげてあげて、このコルチゾールを落としてあげると、それだけで水分が勝手に抜けてってコンディションどんどん良くなっていくんですよ。私個人の経験なんでね、他の人がみんなそうであるわけではないんですけども、私は去年の大会に挑戦した時に水分摂取量も普段通り
塩分の量を普段通り、カーボアップ、まあ炭水化物の量を増やして体にね張りを戻していく作業もやったんで、食事の量は大会前増えていく、なのに水分が勝手に抜けて体重が落ちていく。結局ですね、そのカーボアップを始める前と比べて体重2キロぐらい落ちた状態で大会当日を迎えたんですけども、食べる量は増える、で水分の摂取量と塩分の摂取量はそのままっていうことであれば、普通は体重増えていくものだと思うんですけども、食事の量を増やしたりとか、まあ、あとは大会前ですね、もう本当に昼寝とかもう睡眠時間を増やしたりとかですねして、リラックスしてストレスを取り除くことに専念した結果ですね、まあ実際にストレスが軽くなってコルチゾールが落ちたからだと思うんですけども、水分がどんどん抜けていってですね、結局体重が落ちていったっていうことで、実際にコンディションもすごい良くなっていった経験があるので、わざわざこう水分とかね塩分をいじらなくても、そのストレスを減らすっていうことがきちっとできれば、水分が勝手に抜けていってですね、体はいいコンディションに変わっていくかなっていうふうに私個人としてはね思っているので、これからもこう大会に挑戦するときは水分とか塩分の調整はせずに、とにかくもうストレスを和らげてリラックスした状態で大会に臨むっていう形で水分を落としていこうかなというふうに私は考えています。大会に挑戦しようかなと思う方は参考にしていただければなと思います。でこのね水分調整なんですけども、試しにやってみるのはいいと思うんですが、当然ですね筋肉の下に脂肪が残ってる状態だと、いくら水分を落としても、まあ、脂肪はね落ちてってくれないんで、あまり効果は望めません。なのでしっかり体脂肪を落とし切った方じゃないと水抜きの効果っていうのは期待できないので、大会に挑戦しようかな、で水抜きやってみようかなって考えている方は、しっかりですねそれまでに体脂肪を落とし切って、もう減量頑張るっていう意識を持っていただくと、よりですね成功しやすくなるんじゃないかなと思います。まあ目安としては、これもね個人の体感によるところが大きいんで一概には言えないですけど、もう私個人としてはもうお尻にカットが入るぐらい、足のカットがもうはっきり見えるぐらいまで最低でも落としておかないと水抜きの効果ってないんじゃないかなっていうふうに考えて減量やってます。ぜひ参考にしていただければなと思います。今回は大会前の水抜きについてお話をさせていただきました。まあねちょっとした豆知識として覚えておいていただけるとありがたいです。他にも聞きたいことがあればコメント欄にコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。